皆さんどうも、ピーシマです。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はこちらですね、合流阻止戦難易度レベル45、こちらの方やってみようかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件が敵兵長の撃破およびリンの撃破ですね。結構英雄が出てきてるのかな。シオンとリアンと多分ダリオスかな。そうですね、この3名の英雄とあと多分まあ敵将がリンですがね。さあ行きましょうかね。マージはまあ斧の系やり弓剣士も出てきてるのかな。いや多分剣士以外ですかね。まあ剣士だったらもうあの多分このリアンとまあシオンダリオズですかね、とあとリン、それ以外はもうほとんどのキャラクターがまあ弓槍斧ですかね。さあ行きますかね。フレデリックだと結構優位に立ち回れそうですね。はい、ならばちょっと入れ替えして。何そうですね、今回はちょっとアンナは下げましょうかね。ミネルヴァだとあでも弓兵は出てきてたと思うんですけど、ね、アーチャーが。あーそっか、ミネルヴァのあのスキルですかね。このあのスキルすごいあの役立つスキルをあの覚えてましてですね、この相手の盾、これ敵からのあの特攻効果を無効化してくれるんですよね。それなので多分今あのアーチャーですかね、弓兵がいるにもかかわらずそのなんかびっくりマーク、まあ特攻とか持ってたらあのその 有利とか不利っていうのはびっくりマークで表示されるんですけど、まあそれがなんで出ないのかなって思ったんですけど、この相手の盾のおかげです。こういうような感じですね。それなんであのティアムを出すと、まあ、ペガサスナイトなので、まあ、こっちにいる、まあ、弓兵ですからスナイパーとかアーチャーに対しては、まあ、不利なのでこういうふうにあの黒色のびっくりマークが出てくるんですよね。で優位だったらこれが逆にあの白のびっくりマークになるんですけど、それがなかったんであれと思ったら、そうですよ、ミネルヴァはこのスキル相手の盾を持ってるからだなと思って、まあ、結構これはね役に立つんですよね。それなのでそうですね、ミネルヴァとあとそうですね、ちょっとリーズ、サクラあたりでまた守ってもらいましょうかね、本拠地の方は。そうですね。でちょっと今回ナバール出してみようかな。なんだ、まあナバールもねちょっとあのスキルですかね、ここ、まあ、自身がダブルの状態で、まあ、敵に与えるダメージが増加するっていうことですね。まあナバールはどちらかというとなんか一匹狼っていうようなあの感じのまあするまあイメージのあるキャラクターではあるんですけど、まあ、このここっていうのはもうダブル状態でまあダメージがアップすると。まあそれなのでまあダブルを組まないとまあ意味がないっていうような感じですかね。何かしら、あともう一人はどうしようかな。まあちょっとレベル的にもねもうこれでいいかな。なんだ、であとはちょっと装備を、ああまあそうですね、攻撃系でいくのであればこっちかな。まあ今回そうですね、まあ、こっちにまあ斧系がいますけど、まあ機動力もあるんでね、はい、あただ一人ちょっと少し高いとこ、そして今回はこれでいってみようかなと思います。それ以外はまあ何もないですね。ですさあ行きましょうかね。行きましょう。さあ行きますかね。まあちょっと微妙にねまだレベルがあまり、まあ、高くないっていうのがあるかもしれないですけど、このミネルヴァとかですかね、あのあとはまあナバールはどんなかな。
そうですね、まあやっぱりあの少しちょっと攻撃速度ですかね、流星覚えさせてない分すっごい遅い感じますね。でもまあそれを思えばね、やっぱり流星を装備すると結構やっぱり速くなるのかなっていうふうなまあ感じはしますね。さて、なんか動き出しましたね。さてそういう場合は、まあ周りに誰か引けるハルバーディア、でもう一体は多分こっちかな。そしてこっちのウォーリアですね。ならばハルバーディアの方にちょっとアクア行かせましょうかね。何かしら、まあ多分こっちの中央の砦に、まあ、着く前に、まあ、倒せば、まあ、大丈夫かなって思うんですよね。ただこっち側はもしかしたらもうさっき倒したかもしれない。さてもうどんどん制圧していきましょうかね。勝てるわけないってよ。その腕でよく戦場に立てたな。あーちょっとアクアの方が間に合わないかな。誰が相手だろうと全力だぜ。やりましたね。あー多分もう間に合わない感じた感じですかね。そんな敵対するならば容赦はできません。まあとりあえずまあ倒しましょうかね。あーやっぱり放流ってやっぱり出ますね。ミッション失敗です。よしさっさと決めちゃおうぜ。さあもうさっさとじゃ倒してシオンも倒しましょうかね。ただこの合流でもしかしたらシオンの能力ですかステータスアップがなんかしてそうな感じがするんですよね。そうなってくるとまた結構めんどくさいんですよねこれが。まあ、通常の時でもねやっぱりこういうな英雄たちはあのステータスがちょっと高めっていうような感じがするんで、まあ、それプラスまあコブ兵みたいな感じでちょっとねステータスアップをされると、まあ、結構厄介ちゃ厄介なんですよね。あ向こうも合流しましたね。まあいっかそのまま倒しましょうかね。ただシオンがどこに行ったんだ。いた。何だろう。承知した。そうですねちょっと戻ってもらいましょうかね。いいだろう。でフレデリクもこっちに来てるな。でこれでちょっと下の方ですね本拠地に向かったやつらを追いましょうかね。まあその前にここら辺に行く敵も片付けましょうかね。で多分あっち側にいるのがリアンかな。あそうです覚醒もちょうど溜まったんでちょっとリアンの方を倒しに行きましょうかね。なんとか片付いたわね。それなのでちょっとどうしようかな。フレデリックはもうそのままちょっとこっちでハルバーディアとかですね倒してもらいましょうかね。で多分シオンがもう到着したぐらいかな味方本拠地に。私がお相手します。見逃すわけにはいきません。さあ行きましょうかね。もう覚醒使ってもうどんどん行きましょう。あーでもそこまでやっぱ減らないな。よし行くわよ。制圧しました。ただ、まあ、近場に覚醒の回復薬があるんでね、できるだけ切れる寸前ぐらいで使いたい。やばいやばい、もうそろそろ取りに行かないと。あれ取れなかった。あっちかすぐ隣になったのか。まあいいや、
多分必殺の一撃、ああそうですね、落とした砦の用はない、これで満足か。さてもうさっさと倒しましょうかね。まあ、このままいってるんだであればもう覚醒使わずに、覚醒はまあ他のキャラクターですかね、武将を倒すときに使いましょうかね。さてこれでまあだいぶ減ってるんで、まあもしかしたら倒せるかな。これでいけるか。あー微妙に多分あ残ってるな。 OK。 さてちょっと周りの武将も倒しておきますか。諦めないから。私の勝ちに許してちゃう。痛い痛い。砦を防衛するんだ。見逃すわけにはいかないんでね。さてまあこっちの方も砦なんて片付けてから行きますかね。本拠地の方は結構な数を今多分味方が向かってるので、まあまあ大丈夫でしょう。これだけ多分、まあでもちょっと混雑してますね。承知した。何何？あ、ダリオスも来てるのか。まあそうですね。他まあナバールか誰かがまあ覚醒持ってればちょっと覚醒で片付けたいなっていうのはあるんですけどね。多分持ってなさそうなんですよね。おっとシオンも来てるなこっちに。そう簡単にくたばるのよ。おお結構あれも2体か撃破したくれたのは。相手が悪かったぜ。くだらん勝負だった、うん、結構やっぱりそうですね。ちょっとシオンとかは硬いですね。ダリオスをさっき倒しますか。虫けらどもが。地祭りにあげてやる。さあ行きましょうかね。まあナバールの方もね今回初めてこの覚醒とか使うので、まあ、どんな感じの、まあ、まあ覚醒なのか、覚醒というかまああのフィニッシュですかね、技はどんな感じなのかなって思うんですけど、まあ、あのナバールもリンと一緒になんか背中に、まあ、もう一本刀を持っているので、ね、刀というかまあ剣ですかね。あそうですね、なんかそれをなんか使ったようなまあ攻撃とか出してますね。あですけど気づいたら途中で回復してるんで、なんとかこのままシオンも倒したいですね。さあいけるか。あーまだまだ結構残ってるな。この砦は我らのものです。そんなに記念に雑草を抜いておきましょうか。仕留めてやろう。お、あーシオンはさすがにちょっと倒されなかったか。でもまあなんかやっぱりあの二刀流みたいな感じでしたね。これでおまだ生き残ってる。ナバールさん一流って感じ。剣の腕、お兄ちゃんとどっちが上だろう。さあこれ、いや、やっと倒した。まあ結構手こずりましたねやっぱり。さて武装も回復させて。やられちまった。次はもっと腕を磨いてこい。さあ多分これでもうだいぶ落ち着いたので、ああもう分かってますね。この2人はもうどんどん進軍してますね。さてそうですね、じゃあ他のさくらとまあリズは置いてて大丈夫かな。何かしら。さあどんどん潰していきましょうかね。じゃあ自分はちょっとナバール操作して左回るから行きましょうかね。この俺がやられるなど。
ミッション成功です。制圧しました。そうですね、もう砦の方もあと2つかな。ただ武将がちょこちょことやっぱり残ってるんでね、倒しながら行きましょうかね。女だからって舐めてると痛い目見るわよ。ミッション開始です。さあ行きますか。そんな、お、まだ進軍開始してくるんですね。もうだいぶ倒したんでもういいかなと思ってたんですけどね。まあ2人まあ残してるんで、まあさくらとリズがまあ最悪まあ倒してくれるかなと。まあこういうことも多々あるんで、でもだいぶ倒したから大丈夫かなと思っててもね、まあ最後にこういうふうにまあ数人で攻めてきたりっていうこともあるんでね、なかなかどうしてやっぱりまあ安心はできないんですよね。いくらあの味方本拠地の周りがだいぶ綺麗になったといえども。そうですね、攻撃的にはナバールはリンと同じような感じがしますね。さてどこに行った。あっちか、向こう渡っていきましたね。気づいたら。さてアクアがいるのであればアクアで、あやばい間に合わないか。そのままなんかもう進んでいきそうな感じだな。さて並走してそのまま前に回り込みましょうかね。さあもう覚醒もバンバン使っていきましょうかね。これでいけるかな。オッケーオッケー。なんて強さだ。あ、いやもう一体いるな。この砦の向こうかな、もしかして。相手が悪かったぜ。あーいたいた。たまにねやっぱりマップであの近くにいるって思ってもこういう風にあのまあなんていうんですかね、道の違うところ、まあ、一つ隣のところにいたりとかっていうことがあるんでね。まあね、あのマップをまあ拡大すればね結構あの分かりやすいとは分かりやすいんですけどね、結構まあ全体的に見るのであればこのサイズのやっぱりあのミニマップっていうんですかねの方がやっぱりまあ全体的をまあ見ながら、まあ、進軍とかですかねできるんで、いつも自分はまあこのサイズでまあ見てはいるんですけどね。で確かこういうのは横とかであの拡大もできるんですけど、あの一気に拡大しすぎるんでね、まあ、急激にちょっとあの見る何ですなんていうんですかね、範囲ですかねがぐっと狭まるんですよね。なのでまあある意味ちょっとまあ3段階ぐらいですかねに、まあ、調整できれば一番良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、それなので、まあ、これぐらいのサイズですかねが、戦闘中とかでもまあ見れれば一番いいんですけどね。まあ一番もうでかいサイズ、このサイズかもこれかっていうふうになったらね、やっぱりこのまあ全体的に見れる方が、まあ、自分の中ではまあやりやすいかなっていうふうな感じなんですよね。さてもう覚醒じゃ使っても終わらせましょうかね。さていけるかな。あ、いけましたね。いや、ただ倒した後にこの覚醒無双が続くということはやっぱりそうか、終わってないですね。多分また何か出てきますね。あの中央のあたりかな、もしかして。大丈夫よ、まだ何とかなるわ。さあ行きましょうかね。やっぱり出てきました。あっち下の方か。何かしら。ちょっとじゃあもうみんな味方本拠地に戻さないといけないですね。
承知しました。まさかそんな場所に出てくるとは。てっきりはこの中央のあたりぐらい出てくるのかなと思ったら、一番本拠地に近いところに出てきましたね。勝利条件変更です。ビルザークを撃破せよと。さあ行きますかね。ちょっとどっかで覚醒とか回復させたいですね。ああ味方指揮官の配送に注意せよと。そうですよね、一番近場にやっぱりあのイビルザーグがいるんでちょっと危険ですわね。早く向かわないと。で出てきてるのは多分イビルザーグだけかな。そうですね、多分このイビルザーグに対してはね、あの竜特攻が効かないんですよね。なぜか蛇竜とかって会社にもかかわらず、それがちょっと不思議なんですよね。それなんでまあ多分凛とかですかね、あの竜特攻ついてても、まあ、何ら効果を発揮しないというね、ちょっと不思議な、まあ、現象というか、まあ、そういう設定なのか分かんないですけど、まあラスボスなんでね、やっぱりあの特攻とかで早く、まあ、倒されないようにっていうふうに思ってるのかもしれないですね。さあいけるかな。さあ出てこい。あーでもまあそこまでは減らないかな。あー一目盛りぐらいですかね。レベルいくらぐらいなんだ。45か。痛い痛い。よしもう覚醒使っていきましょう。これさあ当たってんのかどうか。微妙。この多分なんかイビルザーグをなんか守ってるなんか衣みたいなのがあるんでしょうね、まあ、それを今多分パリンパリンって多分割ってるんだと思うんですけど。さあこれでどこまで行ってくれる。あ結構減りましたね。あいけるかな。あいけましたね。これでクリアですね。戦績の方も S ですね。まあクリアタイムなんとかまあギリギリもう1分切ってましたね。で、まあ、まあ非ダメージとかまあ34%、まあだいたいまあ80%なんで、まあ2分の1近くですかね、半分ぐらいですかね。で、まあ、激アスも結構いってましたね。3200で、まあバトル報酬が羽飼いの弓と。で MVP はラバーグですね。強さを求めた結果だ。で羽飼いの弓、あとは銀とか、あ勇者、銀と勇者だけでしたね。絆レベルアップ。これがこうして心が近づくのは良いものだな。さてそうですね、次回はこっちですね。強撃突破戦。ただまあこっちの合流阻止戦で、まあ、まさかイビルザーグは出てくると思ってなかったので、もしかしたらこっちですかね、セリカの方でも、まあ、最悪出てくるかもしれないですね。まあそれを思えば、まあちょっと今度はちょっと万全を期して、まあ、ちょっとレベル高めですかね。まあまあもともとの難易度がレベル45なので、まあ、そこまで気にしなくていいかもしれないんですけど、まあ結構ね、やっぱり今回も時間がギリギリだったんで、もう早く倒すのであればやっぱり、まあ、レベルが高いキャラクターですかね。まあそれプラスまあ武器ですかね、まあいい武器をまあ装備してた方が、まあ多分倒す時間帯とかですかね、もうまあ結構かからずにいけるかなと思うので、まあ次回ですかね、まあそういうようなところちょっと、まあ、気にしながら、まあ、出撃メンバーですかねを考えて、まあ、やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。